半七捕物帳。山祝いの夜。岡本喜道。一。その頃の箱根はまるで違いますよ。半七老人は天保版の道中解放図鑑という小型の本を開けてみせた。ご覧なさい。湯本でも宮の下でもみんなかやぶき屋根に描いてあるでしょう。それを思うと昔と今とはすっかり変わったもんですよ。その頃は箱根へ湯治に行くなんていうのは一生に一度ぐらいの仕事で、そりゃあ大変でした。いくら金のある人でも道中がなかなか億劫ですからね。まあ、普通は、初めの朝に品川を立って、その晩は、保土ヶ谷か、戸塚に泊まって、次の日が、小田原泊まりというのですが、女や年寄りの足を忘れだと、小田原まで3日がかり。それから、小田原を立って、箱根へ登るというのですから、当時もどうして、楽じゃありませんでした。私が二度目に箱根へ行ったのは、文久2年の5月で、滝地という若い子分を一人連れて、お節句の勝負を軒から引いた明くる日に江戸を立って、その晩は型の通りに戸塚に泊まって、次の日の夕方に小田原の宿へ入りました。日の長い時分ですから、道中は楽でしたが、旧暦の5月ですから、日のうちはもう暑いのに少し弱りました。何、こっちは当時の何のというわけじゃないので、実は八丁堀の旦那、同心のご新祖が産後ブラブラしていて、先月から箱根の湯本に行っているので、どうしても一度は見舞いに行かにゃならないような羽目になって、なけなしの路用を使って、御用の暇を見て道中に出たわけなんです。それでも旅へ出ればのんきになって、若い奴を相手に面白く歩いて行きました。で、今も申す通り、二日目の夕方に酒輪の川を渡って、小田原の五条下について、松屋という旗小屋にわらじを脱ぐと、その晩に一つの事件が出題したんです。その頃の小田原と三島の宿は、東海道53次の中でも屈指の繁盛であった。それはこの二つの宿の間に箱根の席を控えているからで、東から来た旅人は小田原に泊まり、西から来た人は三島に泊まって、明くる日に箱根八里の山越しをするというのがその当時の習いであった。そうして小田原を立った者は三島に泊まり、三島を立った者は小田原に泊まることになるので、東海道をわらじで歩く者は嫌が応でもこの二つの宿にいくらかの旗御銭を払って行かなければならなかった。関所を越える旅ではないが、半七もやはり小田原に泊まって、明くる日湯本の宿を訪ねて行こうと思っていた。道草を食いながらぶらぶら歩いてきたので、二人が宿へ着いたのは、もう6時半、午後7時頃であった。風呂へ入ってくると、女中がすぐに膳を運び出した。半七は下戸であるが、滝地は飲むので、二人の膳の上には、とっくりが乗っていた。滝地の付き合いに2、3杯飲むと、もう半七は真っ赤になって、膳を引かせると、やがてそこへごろりと横になってしまった。親分、くたびれましたかえ。と、滝地は宿から借りた紅釣りのうちわで、膝のあたりの顔を
追いながら言った。あんまり道草を食ったので、ちっとくたびれたようだ。いくじがねえ。おととし大山へ登った時のような元気はねえよ、と、半七は寝転びながら笑った。時に親分、わしはさっきこの風呂へ行く途中で、変な奴に会いましたよ。誰に会った？何という奴だか知らねえんですけれど、何でも、仇の人間じゃありません。どこかで見た奴だと思うんだが、どうも思い出せないので。何しろ、廊下で私に会ったら、慌てて顔を背けて行きましたから、向こうでも悟ったに相違ありません。あんな奴が泊まっているようじゃ、ちっと気をつけなけりゃいけませんぜ、と、多吉は司祭らしく囁いた。まさか、ごまの灰じゃあるめえ、と、半七はまた笑った。小博打でも打つぐらいの奴なら、旗小屋へ来て別に悪いこともしねえだろう。道楽者は、かえって神妙なものだ。こっちが気にも留めないので、多吉もそれぎり黙ってしまった。四つ。午後十時ごろに床を敷かせて、二人は六畳の座敷に枕を並べて寝ると、その夜中に半七はふと目を覚ました。やい、多吉、起きろ、起きろ。二三度呼ばれて、多吉は寝ぼけまなこを起こすった。親分、何です？なんだか、うち中が騒々しいようだ。火事か泥棒か、起きてみろ。多吉は、寝巻きのままで茅をくぐって出て、すぐに二階を降りて行ったが、やがてまた慌ただしく引っ返してきた。親分、やられた。人殺した。半七も、起き直った。多吉の話によると、裏二階に泊まった駿府、静岡の商人の二人連れが、何者にか殺されて、銅巻きの金を盗まれたというのであった。一人は寝ているところを一月に喉を刺されたのである。そうして、その布団の下に入れてあった銅巻きを引き出そうとするときに、隣に寝ている連れの男が目を覚ましたので、これもついでに切りつけたらしく、その男は寝床から少し這い出して、首筋を斜めに切られて倒れていた。役人が来てもう調べています。何でも外から入ったものじゃないらしいと言っていますから、いずれここへも調べに来るでしょう、と多吉は言った。ひどいことをするやつだな、と半七は首をかしげて考えていた。何しろ調べに来るまではむやみに動いちゃならねえ。まあ、差し当たっては、じっとしていろ。そうですね。二人は、床の上に座って待っていると、廊下を急いでくる足音が、この座敷の前に止まって、出し抜けに障子をがらりと開けて、這い込んできたものがあった。彼は、蚊帳の外から声をかけた。兄、多吉の兄、すまねえが助けてくれ。誰だ、と、多吉は、薄暗い暗道の火で、かや越しに透かしてみると、それは、廊下でさっき出会った男であった。彼は、28区で、色の浅黒い、こじっかりとした男で、ひどく慌てたように、息を弾ませていた。わしだ、小森の屋敷の七蔵だ。おめえにはちっと義理の悪いことがあるもんだから、さっきは知らねえ顔をして悪かった。五将だ。なんとか助けてくれ。名乗られて、多吉もようよう思い出した。彼は、下屋の小森という与力の屋敷の中間で、普段からあまり身上の良くない方々の屋敷の大部屋へ入り込んで、博打を打つのを商売のようにしている道楽者であった。
去年の暮れ、あるところで彼は博打に負けて、寒空にすっぱらかにされようとするところへ、ちょうど太吉が行き合わせて、かわいそうだと思って一分二種ばかり貸してやった。七蔵はひどく喜んで、大晦日までにはきっと太吉の家まで届けると、固く約束しておきながら、今年の今まで顔出しもしなかったのである。ちげえねえ、小森さんの屋敷の七蔵か。てめえ、渡り者のようでもねえ、あんまり世間の義理を知らねえ野郎だ。だから今夜は謝っている。兄、拝むから助けてくんねえ。てめえに拝み倒される俺じゃねえ。嫌だ、嫌だ。太吉は強情に跳ねつけているのを聞きかねて、半七は口を出した。まあ、そう色気のねえことを言うなよ。そこで七蔵さんという兄は、私たちに何の用があるんです。私は神田の半七というものです。いや、どうも、と、七蔵は改めて会釈した。親分、五将だから助けておくんなぜ。どうすりゃお前さんが助かるんだ。実は、旦那が私を手打ちにして、自分も腹を切ると言うんで。これには半七も驚かされた。どんな事情があるか知らないが、武士が家来を手打ちにして、自分も腹を切る。それは、容易ならないことだと思った。太吉もさすがにびっくりして、行儀の悪い膝を立て直していった。まあ、蚊帳へ入れ。一体、そりゃどういう理屈だ。二。七蔵の主人の小森一之助というのは、今年まだ二十歳の若侍であった。彼は、御用の道中で、先月の初めに江戸を立って駿府へ行った。その帰りに、昨夜は三島の本陣へ泊まると、道楽者の七蔵は近所を見物するとか言って、宿を出て、宿の女郎屋を探しに行く途中で、一人の男に声をかけられた。男は35、6の小粋な飽きんど風で、すげ傘を手に持って小さい荷物を振り分けに担いでいた。彼は七蔵を武家の家来として呼び止めたのであった。男は七蔵に慣れ慣れしく話を仕掛けた。ここの宿では何という宿が良いかなどと聞いた。そのうちに男はそこらで一杯飲もうと誘った。渡り者の七蔵は大抵その意味を察したので、すぐに承知して近所の小料理屋へ一緒に行った。ずうずうしい彼は人の振る舞い酒を遠慮なしにたらふく飲んで、もういい心持ちに酔った頃に彼を誘った旅の男は小声で言った。時に兄、どうでしょう。明日はお供をさせていただくわけには。男は関所の手形を持っていないのである。こういう旅人は小田原や三島の宿にさまよっていて、武家の家来にいくらかの賄賂を使って、自分も臨時にその家来の一人に加えてもらって、無事に箱根の席を越そうというのである。もちろん手形には、主人のほか、家来何人と記してあるが、荷物が多くなったので、臨時に三日次の人間を雇ったといえば、大抵無事に通過することを許されていた。ことに、御用の道中などをする者に対しては、関所でも面倒な詮議をしなかった。この男も、それを知っていて、明日だけの友を、七蔵に頼んだのであった。大方、そんなことであろうと、七蔵も最初から推量していたので、
彼はその男から三分の銭をもらってすぐに飲み込んで、明日の明け睦までに本陣へ訪ねてくるように約束して、彼はその男と別れた。こういうことは武家の家来が一種の約束にもなっていたので、よほど厳格な主人でない限りは、まず多めに見逃しておく習いになっていた。ことに、志蔵の主人の一之助は、まだ若年であるので、もちろんそんなことは家来任せにしておいた。あくる朝になると、その男は約束の通りに来た。私は喜三郎と申します。何分願います。彼は一之助の前にも挨拶した。そうして、肩ばかりの荷物を担がせてもらって、彼は一之助始終の後について出た。彼はなかなか旅慣れていると見えて、峠へ登る間もいろいろの道中の話などを軽口に喋って、始終の疲れを忘れさせた。一之助も彼を面白い奴だと言った。無事に関所を越えて小田原の宿に着くと、喜三郎は今夜も一緒に泊めてくれと言った。彼は主従を立て場に休ませておいて、自分一人が駆け抜けて宿へ入ったが、やがてまた引っ返してきて、今夜は本陣に二組の大名が泊まっている。脇本陣にも一組泊まっている。そんな混雑の宿へ泊まるよりも、普通の旅籠屋へ泊まった方が静かでよかろう。自分は松屋という宿を知っているから、そこへご案内したいと言った。いくら御用の道中でも、本陣に泊まるのは少し窮屈である。本陣に泊まっては、女を呼ぶわけにも行かない。酔って騒ぐわけにも行かない。箱根を越せば、もう江戸だと思うにつけても、窮屈な本陣の古ぼけた屋敷に押し込まれるよりも、普通の小綺麗な旅籠屋に泊まって、ゆっくりと手足を伸ばして、うまい酒でも飲みたいと、七蔵は思った。少し渋っている主人を、むやみにそそり立てて、彼は喜三郎が知っているという、普通の旅籠屋に、泊まることに決めさせて、三人は、その松屋に入った。失礼でございますが、今夜は私が山祝いをいたしましょうと、喜三郎は言った。旅人が無事に箱根を越せば、その夜の宿で山祝いをするのが、当時の習いであるので、本来ならば、主人の一之助から、友の二人に300文ずつの祝儀をやって、他に酒でも振る舞うべきであった。一之助ももちろんその祝儀を出した。その二人分の600文を志蔵はみんな懐に押し込んでしまって、さらに喜三郎に向かって山祝いの酒を買えといたぶりかけると、喜三郎は、素直に承知した。一之助はさすがに武家かたぎで、仮にも友と名のつく者に酒を買わせる法はないというのを、七蔵は無理に押さえつけて、万事私に任せてくれと言った。主人の振る舞ってくれる酒では、羽目を外して飲むわけにはいかないので、彼は喜三郎をいたぶって、今夜も存分に飲もうという目算であった。その目算通りに、喜三郎は山祝いを心よく引き受けて、宿の女中に酒や魚をたくさん運ばせた。今夜はまずめでたいなと一之助は言った。おめでとうございますと友の二人も頭を下げた。強いられて一之助も少し飲んだ。七蔵は止めどもなしに飲んだ。いい頃を見計らって喜三郎は
たわいもない七蔵を解放して主人の前を下がった。主人は奥の下座敷の六畳に寝て、友の二人は次の間の四畳半の相部屋で寝た。その夜中に喜三郎は裏二階の客二人を殺してどこへか姿を隠したのであった。さては盗賊かと一之助は驚いた。七蔵も今さらに驚いた。金と酒とに目がくれてとんでもないものを連れてきたと彼もさすがに顔色を変えた。前にも言う通り、それが当時の習いとは言いながら、素性の知れないものを友と偽って関所を抜けさせたということが表向きの詮議になれば、面倒であることは言うまでもない。先日めれば、これも一種の関破りである。何事もなければ司祭はないが、こういう事件が出題した以上、もう隠すにも隠されない羽目になって、一之助は当然その責めを負わなければならなかった。もう一つの面倒は、御用の道中でありながら、本陣または脇本陣に泊まらないで、ことさらに普通の旅小屋に泊まったということである。そうして、その旅小屋でこんな事件を生み出したのであるから、一之助の不都合は重々であると言われても一言の言い開きもできない。年の若い一之助は、その発頭人たる七蔵を手打ちにして自分も腹を切ろうと覚悟を決めたのである。夕べの酒もすっかり冷めてしまって七蔵は震え上がった。それはご短慮でござります。まずしばらくお待ちくださりませ。一生懸命に主人をなだめているうちに、彼は宵に廊下で出会った多吉のことを思い出した。多吉に頼んでその盗賊を取り押さえてもらったら、またなんとか助かる工夫もありそうなものだと、彼はすぐにこの部屋に転げ込んできたのであった。その話を聞いて、半七と多吉は顔を見合わせた。しかし、旦那は立派な覚悟だ。それより他にしようはあるね。お前さんも尋常に覚悟を決めたらどうだねと、半七は言った。そんなことを言わねえで、五章だから助けておくんなぜ。この通りだと、七蔵は両手を合わせて半七を拝んだ。根が刺したる悪党でもない彼は、もうこうなると生きている感触はなかった。それほど命が惜しけりゃ仕方がねえ。おめえはこれから逃げてしまえ。逃げても用が使え。おめえがいなければ、旦那を助ける工夫もある。すぐに逃げなせ。これは少しだが、路用の足しだ。半七は、布団の下から紙入れを出して、二分金を二枚放ってやった。そうして自分の座敷へは戻らずに、すぐにどこへか姿を隠せと教えると、七蔵はその金をいただいて早々に出て行った。半七は着物を着替えて奥の下座敷へ訪ねて行こうとすると、下の折り口で、宿の女中のうろうろしているのにあった。おい、お役人衆はもうお引き上げになったかい？いいえと女中は震えながら囁いた。皆さんはまだ帳場にいらっしゃいます。そうかい。下座敷に上下三人連れのお武家が泊まっているだろう。その座敷はどこだい？女中はためらっていた。その様子で半七は大抵悟った。役人たちも一之助始終に目をつけたのであるが、相手が侍だけに少し遠慮しているらしい。それを
女中ももううすうす知っているので、その座敷へ案内するのを躊躇しているのであろう。半七は気がせくので重ねて催促した。え、どの座敷だ？早く教えてくんね。女中は仕方なしに指さして教えた。この縁側をまっすぐに行って左へ曲がると風呂場がある。その前を通って奥へ行くと、小さい中庭を隔てた二間の座敷がそれであると言った。いや、ありがとう。教えられた通りに縁側を伝っていくと、その座敷の前に出た。ごめんくださいまし。障子の外から声をかけても、うちには何の返事もないので、半七は障子をそっと細めに開けて覗くと、蚊の釣り手は二本ばかり切れて落ちていた。蚊の中には血だらけの男が一人倒れているらしかった。もう切腹したのか。もう遠慮はしていられないので、半七は思い切って障子を開けて入ると、座敷の隅の方に偏寄せてある暗道の光は、崩れかかっている蚊の青い波を照らして、その波の底に横たわっているのは、蚊の七蔵の死骸であった。まだぐずぐずしていて、とうとう手打ちにあったのかと思ったが、そこらに主人らしい人の影は見えなかった。主人は彼を成敗して、どこへ姿を隠したのであろう。半七は差し当たって思案に迷った。この途端に縁側で人の伺っているような気配が聞こえたので、耳の里い半七はすぐに体をねじ向けて、薄暗い障子の外を透かしてみると、彼にこの座敷のありかを教えてくれた若い女中が縁側に小膝をついて、うちの様子を伺っているらしかった。半七は猶予なく飛び出して、その女中の腕を掴んで座敷へぐいぐいと引きずり込んだ。女中は二十歳ぐらいで、色白の丸顔の女であった。おい、おめえはここで何をしていた？正直に言わねえとためにならねえぞ。おめえはこの座敷にいた客のうちで、誰か知っている人でもあるのか？他の女中はみんな小さくなって引っ固まっているのに、おめえ一人はさっきからそこらをうろうろしているのは何か訳があるに相違ねえ。この男を知っているのか、と、半七は蚊帳の中に倒れている七蔵を指さして聞いた。女中は身をすくめながらかぶりを振った。それじゃあ、連れの男を知っているのか。女中は、やはり知らないと言った。彼女は、おどおどして始終うつむきがちであったが、時々に、床の間に並んだ押し入れの方へ、その落ち着かない瞳を配っているらしいのが、半七の目についた。その頃の旗小屋には、押し入れなどを作っていないのが普通であったが、この座敷は特別の造作と見えて、型ばかりの床の間もあった。それに並んで、一軒の押し入れもついていた。その押し入れを横目に見て、半七はうなずいた。三。おい、姉さん。隠しちゃいけねえ。おめえはどうしても、この座敷の三人のうちに、何かかかり合いがあるに相違ねえ。正直に言えばよし、さもなければ、お前を引きずって行って、役人衆に引き渡すから。そう思え。そうなったら、おめえばかりじゃねえ。他にも迷惑する人ができるかもしれねえぜ。おめえが素直に白状してくれれば、俺が受け合って誰にも迷惑をかけねえようにしてやる。まだわからねえか。俺は
江戸の御用聞きで今夜ちょうどここへ泊まり合わせたんだ。決して悪いようにしねえから何もかも言ってくれ。半七の素性を聞かされて若い女中はいよいよ怯えたらしく見えたが、いろいろ脅されてすかされて彼女はとうとう正直に白状した。彼はお関という女で、おととしからここに奉公しているものであった。ゆうべこの座敷で山祝いの酒が出たときに、お関はその給仕に出て皆の酌をしたが、友の二人に比べるとさすがに主人の若い武家は水際だって立派に見えたので、こっちの年の若いお関の目は、とかくにその人の方にばかり動いた。友の二人はそれを早くも見つけて、いろいろにお席をなぶった。そうして、俺たちに頼めば、きっと旦那に取り持ってやるなどと言った。その冗談が本当になって、七蔵がはばかりに言ったのを送って行ったお席は、廊下でそっと彼に取り持ちを頼むと、酔っている七蔵は、無造作に受け合って、俺から旦那にいいように吹き込んでやるから、うち中が寝静まった頃に忍んで来いと言った。お関はそれを真に受けて、夜更けにそっと自分の寝床を抜け出して行ったが、一之助の座敷の前まで来て彼女はまた躊躇した。障子の引き手に手をかけて彼は急に恥ずかしくなった。まず仲人の七蔵を呼び起こして、今夜の守備を確かめようと、彼女はさらに次の間の障子を開けると、酔いつぶれた七蔵は、かやから片足を出して、上ばみのような大いびきをかいていた。一つのかやに枕を並べているはずの喜三郎の寝床は空になっていた。いくら揺り起こしても七蔵は、なかなか目を覚まさないので、お席ももともと持て余していると、そこへ喜三郎が外からぬっと入ってきた。彼はお席を見てひどくびっくりしたような様子で、しばらく突っ立ったままでじっと睨んでいるので、お席はいよいよ決まりが悪くなって、安藤の油を差しに来たのだと、ごまかして早々に、そこを逃げ出した。それでも未練で、彼女はまだ立ち去らずに縁側に忍んでいると、うちでは七蔵が目を覚ましたらしかった。そうして、喜三郎と何かひそひそ話し合っているらしかったが、やがて再び障子がそっと開いたので、お関はろくろくにその人の姿も見極めないで、慌てて自分の部屋に逃げて帰った。裏二階の人殺しが本当の油差しの男に発見されたのは、それから小半時の後であった。自分のかかり合いになるのを恐れて、お関は役人に対して何も口外しなかったが、前後の模様から考えると、自分が七蔵の座敷に忍び込んだ時に、喜三郎は人を殺して帰ってきて七蔵と何か相談してまたそこを出て中庭から塀越しに逃げ去ったものらしく思われた。もちろん自分はその時点に何のかかり合いもないのであるが、ちょうどその座敷に居合わせたという不安と、もう一つは一之助の身を案じてさっきからそこらにうろうろしているのであった。そうか、わかった、と半七はその話を聞いてうなずいた。して、その武家はどうした？今までここにおいででしたが、隠しちゃいけねえ。ここか、と半七は押し入れを顎で示して聞いた。その声は低かったが、隠れている人の耳にはすぐ響いたらしい。お関が返事をする間もなく押し入れの戸をさらりと開けて
若い侍が青ざめた顔を出した。彼は片手に刀を持っていた。私は小森一之助だ。家来を手打ちにして切腹しようとするところへ、人の足音が聞こえたので、召し取られては恥辱と存じて、ひとまず押し入れに身を隠していたが、悟られては致し方がない。どうぞ、情けに切腹させてくれ。刀を取り直そうとする肘のあたりを、半七は慌てて掴んだ。ご短慮でございます。まずお待ちくださいまし。この七蔵は、また引っ返して参ったのでございますか。切腹と覚悟いたしたれば、身を清めようと存じて、湯殿へ顔を洗いに参って、戻ってみれば、重々不らちなやつ。私の寝床の下に手を入れて、胴巻きを盗み出そうといたしておった。所詮、助けられぬとすぐ手打ちにいたした。七蔵の手には、果たして胴巻きを掴んでいた。抱き起こしてみると、まだ息が通っているらしいので、半七はとりあえず着付けの薬を含ませた。お席に言いつけて、冷たい水を汲んできて飲ませた。手当ての甲斐があって、七蔵は、ようように正気がついた。やい、しっかりしろ、と、半七は彼の耳に口を寄せていった。てめえ、俺たちまでも一杯食わせようとしたな。悪い奴だ。てめえは、あの喜三郎という奴から、いくらもらった。何にももらわねえと、七蔵は、かすかに言った。嘘をつけ。てめえは、喜三郎から、いくらか分け前をもらって、承知の上、逃がしたろう。ここにいる女中が証人だ。どうだ、まだ隠すか。七蔵は、黙って首をうなだれてしまった。まあ、お話はそこまでですよ、と半七老人は言った。七蔵も最初から喜三郎とグルではなかったのですが、お席に起こされて目を覚ましかかったところへ、ちょうどに喜三郎が仕事をして帰ってきたもんですから、喜三郎も悪いところを見られたと思って、口塞げに15両やって、そっと逃がしてもらったんです。七蔵も、それで知らん顔をしているつもりだったんでしょうが、だんだんこと面倒になってきて、主人が切腹するのを手打ちにするのと言い出したので、奴も驚いて私たちのところへ駆け込んできたんです。それですぐに逃げればいいものを、自分の座敷へ荷物を取りに引っ返してくると、主人がちょうどいなかったもんですから、急にまた欲心を起こして、行きがけの駄賃に主人の胴巻きまで引っさらって行こうとしたのが運の尽きで、とうとうこんなことになってしまったんです。一旦は息を吹き返しましたけれども、何分にも傷が重いので、夜の引き明けには、やはり、目をつむってしまいました。それで主人はどうしましたと私は聞いた。私がいいように知恵をつけて悪いことはみんな七蔵にかぶせてしまいました。まったく当人が悪いのだから仕方がありません。つまり、その喜三郎というやつが七蔵の親類だというので、主人はそれを信用して臨時の二担ぎに雇ったのだということにこしらえて、まずどうにか無事に済みました。普段の時ならば、それでも主人に相当のお咎めがあるんでしょうが、何しろもう幕末で幕府の方でも直参の家来を大切にする時でしたから、何事もみんな七蔵の罪になってしまって、一之助という人には
何にも傷がつかずに済みました。それで、その喜三郎というやつの行方は知れないんですか?と、私はまた聞いた。いや、それが不思議な因縁で、やっぱり私の手にかかったんですよ。小田原の方は、まずそれで済んで、私は多吉を連れて箱根へ行くと、隣の温泉宿に泊まっている奴が、どうもおかしいと多吉が言うので、私も気をつけてだんだん探ってみると、そいつは左足をくじいているんです。念のために小田原の宿の者を呼んで、隙見をさせると、この間の晩泊まった客にそういないというので、すぐに踏み込んで召し取りました。宿屋の塀を乗り越して逃げるときに踏み外して転げ落ちて、左の足をひっくじいたので遠くへ逃げることができなくなって、その治療ながら家元に隠れていたんだそうです。これは私の手柄でも何でもない不意の広いものでした。江戸へ帰ってから、小森一之助という侍は、私のところへ礼ながら訪ねてくれましたから、その話をして聞かせると、大層喜んでいました。何でも、その一之助という人は、ご一心の時に、奥州の白川あたりで、打ち死にをしたとかいうことですが、小田原の宿屋で、冷たい腹を切るよりも、幾年か生き延びて、華々しく打ち死にした方が、マシでしたろう。